高島持長明治9年10月24日は、江戸時代末期の静岡藩士。明治時代前期の陸軍軍人である。最終階級は、陸軍中佐。通称は四郎兵衛、白を表へ、白を平。高下3年4月10日、福田高生の三男として、江戸牛込に生まれる。慶応2年11月29日、法術家、高島周藩の養子師となった。 沼津兵学校では英語を担当していたというが、詳しいことは不明である。大砲佐志図役頭取りとして、明治維新を迎えた後、明治3年に新政府に出資して、創設初期の陸軍方兵化中佐となり、その後陸軍教、山形有友にその記載を見込まれて、明治9年6月19日、熊本賃代司令部の参謀長に抜擢された。しかし、 同年の10月24日の上風連の乱において自宅で上風連、石原運ぶ四郎らの襲撃にあった。不意の襲撃に驚き、雨戸を押し開けて庭に飛び出したが、屋敷を囲んでいた一体に空出たと追いかけられ、潜水に落ちたところを水野佐田尾に首をはねられたという。去年31。高島持長の死。 明治資料館通信ボリューム13脳に通関50号1997年7月25日福田茂方柳中桜木上野公園路地裏徹底ツアーありがとうございます